どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 JAL のありがとうサマーキャンペーン解説ということで、 JAL のね新しいキャンペーンが来ましたので、こちらの解説ですねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、対象運賃で利用するとですね、1区間ごとに最大1000イージャルポイントがねもらえるキャンペーンっていう風になっておりますので、まあ、実質ね1000円値引きみたいな、まあそういった感じにもですね受け取れるようなねキャンペーンという風になっておりますので、2021年10月1日以降ですね、 JAL の飛行機ね搭乗予定の方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それでは早速ですね、キャンペーンの詳細ね入っていきたいなと思うんですけども、まずねキャンペーン期間なんですけども、購入期間がですね決まっております。2021年の8月の27日0時きっかりからですね、2021年の8月の29日23時59分までという風になっておりますので、かなりね期間が短いんですよね。こちらね注意していただきたいなと思います。この動画が出ているのがね8月の26日っていう風になりますんで、本日の日付の変わった0時よりですね購入開始っていう風になります。でエントリーがですねこちら必要っていう風になっておりまして、公式サイトですね概要欄に載せておきますので、エントリー確実にねしていただきたいなと思います。でエントリーね必要なんですけども、こちらもですね8月の27日の0時きっかりからですねエントリーが開始になるっていう風になりますんで、この動画が出てる時点ではですねエントリーもできないっていった形になっておりますので、日付変わってからですねエントリー、その後購入っていった形になりますんで、この点も覚えておいてください。で今回のキャンペーン対象者なんですけども、キャンペーンページより参加登録した上で対象運賃を購入で搭乗した JAL マイレージクラブ日本会員の方っていう風になっておりますので、まあ私の動画のチャンネルね見ていただいている方で JAL マイレージバンクね会員登録されてない方ね、ほとんどいらっしゃらないかなっていう風に思うんですけども、新規登録もねこちらのキャンペーンページよりですねできるっていった形になっておりますので、もしねされてない方いらっしゃいましたらですね、そちらで会員登録行ってください。で対象路線なんですけども、 JAL グループ国内線全路線全便っていう風になっておりますんで、またねコードシェアについてもですね、JAL 民名で予約搭乗した場合に関してはこちら対象っていった形になります。ですので JAL サイトからね購入して搭乗していただければですね、コードシェア利用する場合であっても対象になります。で対象運賃なんですけども、先得割引タイプ AB スーパー先得ウルトラ先得っていう風になっておりまして、対象運賃がね決められておりますので、こちらね一番注意していただきたいなという風に思っております。全部の運賃がですねこのキャンペーン対象になっているわけではありませんので、まあ、こちらね間違えてしまうとですね、せっかくね購入したのにイージャルポイントねもらえないっていった形になりますんで、こちらねよく見てからね購入していただきたいなと思います。でですね、今回のキャンペーンの特典ですね、このキャンペーンページから参加登録した上ですね、対象路線を対象運賃で購入搭乗していただいた方にですね、1区間ごとに1人1000イージャルポイントもしくは500イージャルポイントがもらえるっていった形になります。でですね、購入時にですね5000円以上の運賃の場合は1000イージャルポイントがもらえるっていった形になっておりまして、購入時にですね5000円未満の運賃の場合はですね500イージャルポイントがもらえるっていった形になってるんですよね。まあ、こちらもね注意してください。5000円以上で1000イージャルポイントっていう風になりますんで、4999円だった場合ですね、こちら500イージャルポイントっていう風になりますし、5000円ちょうどだったらですね1000イージャルポイント付与っていった形になっておりますんで、この境目でですねもらえるイージャルポイントねかなり変わりますので、この点はよく覚えておいてください。またね、このキャンペーンのイージャルポイントの積算時期は2021年12月末頃にね、付与っていた形になります。それではですね、今回のね、ありがとうキャンペーンの対象運賃が、先得割引タイプ AB、またスーパー先得、ウルトラ先得っていう風になっておりますので、こちらがね、対象運賃っていう風になりますんで、こちらを購入しないとですね、今回のこのキャンペーン対象になりませんので、注意していただきたいなというふうに思うんですけども、こちらですね、11月の17日に羽田、那覇ですね、検索、まあこちら適当にしたんですけども、こちらね、出ている通りですね、運賃がバババって出ておりますよね。東京羽田15時5分発、羽田17時50分着のね、便を見るとですね、一番左に、最安ってのが出ている普通席の
ウルトラサキトクっていうのがありますよね。まあこちらは今回の対象運賃はウルトラサキトクっていうのは対象運賃っていう風になっておりますんで、こちら購入していただければ今回のキャンペーンはね対象っていった形になるんですよね。まあこういった感じでこちら PC サイトなんですけども、上にもですね運賃の種類ね記載がありますよね。またねカーソルを合わせていただくと、この運賃がまあこれどの運賃なのかっていうのが表示されるようになっておりますので、まあこういった感じでですね運賃種別ね特に注意していただいて、この先得割引タイプ AB もしくはスーパー先得ウルトラ先得になってるかね確認していただいて購入ねしていただければなと思います。仮にねこちらのウルトラ先得でね購入していただければですね9310円っていう風になりますんで、こちらね5000円以上の購入っていう風になりますんで、後日ね1000イージャルポイントがね返ってくるっていった形になります。それでは次にですね、今回のキャンペーンで JAL のね、航空券購入される方は、ポイントサイトね、経由して購入していただければなというふうに思っておりまして、楽天のね、ポイントサイトである楽天リーベイツっていうのがあるんですけども、こちらね、経由していただくと 1% 還元取れますんで、ぜひね、経由して購入していただければなと思います。ちょっとね、ここら辺ね、画面出しておきますけども、このね、楽天リーベイツっていうのは、まあ楽天の ID があればね、すぐ利用することができますので、まあ皆さんね、簡単に利用できるかな、まあ会員登録ね、できるかなと思うんですけども、まずですね、検索バーで、まあちょっと私はね、先ほど検索しましたんで、ここに JAL の国内線出てるんですけども、下にね、検索っていうのがあると思うんですけども、ここでね、JAL で検索していただくとですね、国内線、国際線っていった形で出てきますよね。で、こちらね、国内線をクリックしていただくと、案件が出てくるっていった形になっておりまして、ここでね、ストアに進むっていうのをクリックしていただいて、航空券ね、購入していただければですね、1% の還元ね、受けられるっていう風になりますんで、こちらね、ぜひ利用していただければなと思います。で、このね、楽天リーベイツのね、いいところはですね、クレジットカードで支払っても、こちらポイント対象になりますし、こちらね、イージャルポイントで支払っても、これね、対象っていった形になるんですよね。JAL の国内線、まあ国際線もあるんですけども、購入される方はですね、ぜひね、楽天リーベイツね、経由して購入していただければなと思います。ということで、今回ですね、JAL の新しいキャンペーン、ありがとうサマーキャンペーンということで解説ね、させていただきましたけれども、JAL のキャンペーンね、すごい久しぶりな気がしますよね。ちょっと私の方でもね、JAL のキャンペーンね、追ってるんですけども、あんまり JAL のキャンペーンって出てこないので、本当に久しぶりのね、動画解説っていう風になりました。まあ、10月以降ですね、登場予定されている方はですね、8月の27日0時からですね、ぜひね、参戦してみていただければなと思います。まあ5000円以上のね決済で1000イージャルポイント返ってくるっていうことで、かなりいいキャンペーンですよね。またですね、先日2021年度冬季国内線便数計画決定っていうのをですね、プレスリリースね、JAL は発表したんですよね。で、10月31日からですね、JAL のファーストクラスサービスを羽田伊丹路線で本格導入して毎日運行するっていうのをね、発表したんですよね。で、機材がですね、エアバス350、ダッシュ900と、ボーイング767ダッシュ 300ER ということで、こちらのね座席になると思うんですけども、こちらでねファーストクラスサービス毎日運行されるっていう風になりますんで、かなりいいですよね。またですね、こちらは期間限定になるんですけども、羽田石垣路線もですねファーストクラスサービスね臨時で導入されるということで、2021年の12月の24日から2022年1月4日まで、またですね3月の18日から26日ですね、こちらも JAL のファーストクラスサービスね導入されるということで、まあ臨時にはなるわけなんですけども、こちらの座席ですね導入されるみたいなんですよね。こちらもねかなりいいですよね。羽田石垣路線でもファーストクラスをねサービスを受けながら利用できるっていった形になるんですよね。これもかなり楽しみですよね。こういったね嬉しいニュースもね発表がありました。ということで、私のチャンネルですね、こういった情報もね発信していきたいなというふうに思っておりますんで、まあ、気になる方はですね、ぜひねチャンネル登録しといていただきたいなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとモバホテル、ヒルトンホテルなどについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。